天井はいはい、ありがとうございます。本日は初めての花園にやってきました。今日どこ行くんやったらね、今テクテク歩いてんやけど、このね、花園駅から歩いて近くに新鮮な焼肉でめちゃくちゃ人気のお店があるんやって。ということで焼肉外されへんからさ、早速行こう行こう。ということでさ、テクテク歩いてんやけど、うわ、並んでるんじゃん、あったあった。ということで本日の店はこちら、焼肉の食い屋さんです。これがこちらのメニューでございます。いっぱい美味しそうなメニューでございますね。これがドリンクメニューでございます。いろいろございますけど、私は生ビール一択です。お店はね、こんな感じのカウンターがございまして、中に大将がいて、向こうには座敷がございます。これがお一人様焼肉のセットでございます。ではでは、まずはビールで乾杯いってみましょう。乾杯でございます。あー、うめえ。でさ、いろいろ注文したんやけど、上タンとハラミはめちゃくちゃ人気あるから、お一人様 0.5 人前しかあかん言われて。ということで、いっぱい頼んだのでお楽しみに。やってきました、こちらの生千枚でございます。千枚のお肉をそのまま生千枚にしてるみたい。この丁寧な下処理されたこの白千枚、うまそうやな。さっそくいただきましょう。生千枚、これね、ええ感じでございますね。いや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 、うまそう。いただきます。ではでは、いただきます。酸味が効いて辛い、うまい。ビール、あー、ちょっとこの生千枚は軽く湯引きしてるわ、うん、あのだからほんまの生っていう感じじゃないね、まあ、さっと湯通してるとはいえ、この食感がたまらんわ。うん、うまいな。上タンのハーフがやってきましたね。これね、一人半人前しか注文できないんですよね。希少品なんですよね。この柔らかそうな塩タン、たまりませんぞ。これいっとこか、塩タンから入れていく。塩タン、うわ、牛タン、牛タン、いただきます。うん、柔らかい牛タン、うん、うまいな。パクパクいけるわ。うまっ、一瞬で終わりそう。柔らか、一瞬で終わってもらった。ロースの一人前がやってきましたね。この刺身見てくれる、めちゃくちゃ脂乗ってそうで柔らかそうやんか。天井、やらか、やらか、めっちゃやらかい。うん、こんだけ刺しの入ったロース、久々食うたわ。うまい。このロースうまいわ、めっちゃうまいよこれ。うん、やらかい、やらかいな。やっぱり霜降りうまいな。
まあ、やっぱり肉とビールたまらんわビール、はい、でもだすいません、生ビールお願いします。やってきました、生ビールでございます。これが人気のハラミハーフでございます。この赤々しいのがいいですよね、ハラミ美味しそうやね。うん、最近ハラミが一番好きやなうまこの横隔膜独特の筋っちゅうのたまらんわ。はじめハラミうまいわ、ハラミちゃん、ハラミちゃん、ハラミがうまいっすわ、うん、うまっ、うん、本日の締めはこれでいっておきましょう。バラと上味のでございます。めちゃくちゃこれも霜降ってそうなこのバラ、めちゃくちゃ美味しそうやんか。こっちの上味のも大きいんですよね、うまそうやな。しゃ、バラでございます、バラ。バラも柔らか、うまバラ、バラうまいな。霜降りやから柔らかいのいいやけど、やっぱりさっき食べたハラミでちょっとその何て言うの、横隔膜の筋っちゅうかな、ちょっとこうあの食感が筋っぽいのがあった方がうまいわということで最後のもうバラいっとこう、最後のバラ、これめちゃくちゃ脂のってんで、うまいで、うん、このとろける感じもいいけど、やっぱり私は個人的にハラミのホルモン、あの横隔膜のちょっと筋っぽいのがあるのが好きやな。いや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 、なんやかんやでも最後になってもうたなあ、もう最後になってもうた。ハラミのでっかいやつ、ハラミちゃうちゃう、上身のいただきます。うん、歯に挟まる感じは何とも言えんな、うまいな。いや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 、今日も焼肉とビール最高でございましたな。ゆうべごちそうさまでした。いやいや、うまかったようでね、後ろのお部屋なんやけども、あの今行列だらけいうことで、入った時から行列で、ずっと行列いうことでね、お肉めちゃくちゃ美味しかった、美味しかったんやけれども、お客さんのね8割から9割がね韓国からの旅行者の方ばっかりやわ。いうことで多分観光ガイドがなんかに載ってるやろな。いうことでね、お肉は美味しいんやけれども、なんせめちゃくちゃ流行ってるから、あの来る時にはご了承くださいね。いうことで、なんでよかったらちょっと来てみてくれ来てみてはいかがでしょうか。いうことで、またちょっと探索行ってきます。さよなら、バイバーイ。